ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。で今回は、新たにちょっとボンドカーズ東京動画をリニューアルいたしまして、新しいメンバーとして池田くん、ボンドカーズ東京の池田です。よろしくお願いします。で池田くんと一緒にお届けしたいと思います。で、去年の末ですかね、土方店長が名古屋店の方に移動になりまして、まあ、ちょっと間が空いちゃったんですけれども、新体制として池田くんとあともう一人若手セールスの福田くん、ちょっと名前がちょっとややこしいんですけどそうですね、はい、同じ福田くん池田くんで交互にできますね。で最初はどうしてもやっぱり不慣れですから、はいはい、ちょっと間が合わなかったりだとか、あると思うんですけれども、まあ、生温かい目で見守っていただければいいんじゃないかなと思います。で今回最初にご紹介する車がこちら、車両紹介お願いしていいですか。はい、新型の G82 の方の M4 クーペご紹介したいと思います。はい、やってまいりました、新型の M4。これ結構今もう中古車サイトでも情報サイトでも、そうですね、今日撮影日時点で見た時に7台ぐらい出てまして、ぼちぼち出てきてると思うんですけれども、はい、なかなかこう一般の車屋さんが紹介するっていうのはないと思うんで、そうですね、結構ディーラーさんが今日も掲載してるケースが多かったので、はい、なかなかちょっと別プロの方と別視点でお届けできると思いますのでちょっとそんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います。でまずエクステリアからじゃあいきましょうか、はい、エクステリアも最初からぶっこんでいいですか。ぜひぜひ。池田君どうですかこれまあ特徴的なやっぱフロントグリルですね、はいはい、後方車でも借りた車でもないんでちょっと正直にいきましょう、はいはい、どうですか、かっこいいですか。私はまあ見慣れてはきたんですけども、やっぱりちょっとまだ今までのキドニーの方が個人的には好みだったりします。なるほど、はい、僕はもうだいぶ見慣れてしまいましたただめちゃくちゃかっこいいかって言われるとやっぱりちょっとどこか違和感が、そうですね、うん、感じてしまうと。で、まあ、結構その出た当初にもざわざわしてたこのでっかいグリル、これがなんか結構海外だとこうドクロの鼻じゃないけど鼻をこう、はい、ちょん切った跡みたいな、あ確かにでちょっとデザイン的にどうなのっていう、であとはどうしてもこう横になったのが結構、そうですね、キドニーのフィンが横に今回なってますね、はい、池田君もちょっと下見の段階言ってましたけど、ちょっとそこがやっぱり今までの流れを見てるとちょっと違和感を感じる。そうですね、はい、でまあこれもいろいろ説があって、なんかその大きいグリルを好む中国市場向けにこういう風にデザインされたんだとか、はい、あとはなんかそのクラシックの BMW が結構こう、あそうですね、縦長の大きいグリルなんで、はい、そっちに結構回帰してるんじゃないかなって。メルセデスもそのパラメリカーナをまず採用したりとか、はい、アウディなんかもあの三連のダクトボンネットの先っぽにつけたりとか、うん、結構レトロなデザインなんかそうです、ね、今トレンドになってきてるんで、うん、まあ、その流れじゃないかななんていう説もあるんですけど、はい、まあ、ちょっとあとは僕思ったのはちょっとこの日本のナンバーがちょっとかっこ悪すぎるす、ね、はい、私も思いました。まだこれヨーロッパ この横長のナンバーだとちょっとここにこうラインが、はい、あるように見えて割と見えるんだけど、ちょっとこう日本のちっちゃいナンバーだとどうしてもこの大きさが強調されて、ね、より違和感があるの、うん、またグリルのど真ん中って感じですよねでやっぱりちょっと最初見た時はえっと思ったんだけど、はい、だいぶ見慣れました。そうですね、はい、そしてあとは結構全部グロスになってたりとか、はい、あとはフロントの形状なんかも先代とちょっと違って割とちょっとこうラインがカクカクしてないというか、ちょっとあんまりシャープなんて言えばいいんだろう、とんがってないというか、そう、ね、全部に厚みがある感じ、うん、角が少し取れてるような感じはあります、ね、であとこの後見ていきますけど、サイドスカートとかミラーなんかも割とそういう感じになってるって、はい、であとはしっかりダクトなんかもついてたりとか、であともう一つボンネット、ちょっとこのグリルの大きさに目がいっちゃうんで、うん、あれなんですけどボンネットもかなり特徴的なフードになってると、はい、これがこのラインプラスここにもう車外のボンネットですかっていうぐらいのそうですね、プレスラインが入ってると。であとはヘッドライトなんかも、もうこれ割とちょっと前からですけども、レーザー LED の、はいはい、ヘッドライトになって、こんな感じの前もあるで、ちょっと順番的にあの逆になっちゃうかもしれないですけど、あと今回ボディカラーがちょっと珍しい感じの、はい、そうですね、これがブルックリングレーっていうお色になりますね。なんか X2 の限定車でも採用されてた、あそうなんですね、みたいです。でスタンダードな色で選べるのはこの M4、M3 から、はい、
割とちょっとこうグレーって最近いろんなメーカーでありますね、まあ、ポルシェのクレヨンとか、はい、アウディのナルドグレーとか、うん、はい、いろいろありますけど、ついに BM もそうですね、はい、来たかっていう感じで、はい、でこれちょっとメタリックが入ってるのかな。入ってますね。ちょっと近くで見ないと。結構細かいフレークなようにも見えますけども、メタリック入ってますね。でこれが写真の写り方で濃いめのグレーなのか、そうです、はい、薄めのグレーなのか、はい、ちょっと分かりづらい。そうですね、お問い合わせでもどっちなのっていう、ありました、はい、いただいたりするんで、まあ、なかなかちょっとこれ難しい。現車見ていただくのがやっぱり、うん、そうですね、いいのかな。私は明るめかなっていう印象は受けますけども、はい、僕もどっちかっていうとちょっと明るめかなと。ただ結構の濃淡がその影になってる部分と出ますね、あの光が当たってる部分で結構表情が違うグレーなんで、うん、まあ、この辺ちょっと現車機会があれば見ていただくといいんじゃないかな。であと横は、はい、横も結構大きなトピックがあると思うんですけども、はい、なんとホイールが前後でサイズ違い、はい、19インチと21、はい、オプションのホイールですね。で標準だと18、19だってますね、はい、これがオプションの19、20、はい、さらにその上の20、21なんていうのもある、はい、そうですね。そしてホイールはじゃあこれバイカラーの、これがオプションの、はい、でなんかグレーのこれもあるってことなんですか。あ、そうですね、はい、もう一色グレー、一色になるんですかね、があります。こんなタイホイールで、ホイールはやっぱりこう前後サイズ違いは最近こうトレンドというか、はい、まあ、いろんなメーカーでちょっとポルシェなんかも前後で違ったりとかしますけど。ありますね、はい、池田君的にはどうですか。僕もただこれも最初違和感あったんですけども、 BM も M4 だけじゃなくて確か他のモデルでも前後違いっていうのが結構あったので、まあ、もう今となっては結構慣れたかなっていう。これは結構なんかセッティングのためにそうしてる説が。そうですね、はい、なんか結局後ろのグリップと、あとはその後ろのフライホイール効果というか、後ろのその接地感、グリップなんかを稼ぐために後ろをでかくしたり、はい、まあ、あとは多分トレンドというかその、そうですね、ビジュアル的なものが大きいのかなっていう、こんな感じのホイールになっております。そしてあとブレーキがこれワンピースに見えるけど実はツーピースっていう。ああ、そうですね、はい、ローターが結局その膨張なんかするんで、まあ、その自由度が効くツーピースのローターになって、まあ、ハットの部分が別の素材になってると、だからこの上のカーボンセラミックなんかもありますけども、はい、まあ、ストリート使いとか、まあ、サーキットではこっちの方が全然分があるかなと、うん、そしてキャリパーは今回赤いキャリパーが、でこれが無償オプションで黒いキャリパーもできちゃうという、はい、そうですね、結構 M は青いキャリパーのイメージが私は強かったので。なんで、はい、なんで急に赤をそうですね、はい、赤はちょっとそこは結構インパクトありました。でもちょっとこのデザインしかり、なんかいろいろこの結構チャレンジングなことをしているモデルだなっていうふうにはちょっと思いました。そうですね、はい、結構こう後出しでいつもこう M に関してはこうあんまり冒険しないイメージだったんですけど、今回のこの M4 に関しては、まあ、デザインしかり、まあ、ちょっとその内装だったりもそうですけど、ちょっと今までの BM の流れにない、うん、まあ、新しいことをやってきてるなっていう。そしてサイドスカートが、これちょっと僕正直に言っていいですか。はい、どうしたんですかこれそうですね、ちょっとあまり見慣れない形状でもありますね。これがちょっとこのここがサイドスカートかな、でこの途中から色がグロスのブラックになってて、でこの出っ張り方、はい、で出っ張り方もこうシュッて出てるんじゃなくて、こう厚みを持たせてフロントデビューといったちょっとこうシャープじゃない、ちょっとこう、そうですね、カクカクっとしたデザインで出っ張ってるという。これがだから結構この今までの流れでいくと自然に始まってたりとかする感じだと思うんですけど、今回はこうちょっと取っ手つけた感のある。そうですね、まあ、多分空力なんかもかなり考えての形状だと思うんですけど、そんな形状になって。であとは僕いいですか。はい、ちょっと僕が別のデザインの動画を見て知ったんですけど、こことここと、あと後ろのプレスライン、高さの違う3本のプレスラインが入ってるっていう。はいはい、これ結構不思議じゃないですか。そうですね、なんか今言われて改めて見るとあまり見慣れないというでしょ。はい、それがなんか今までの BM にないデザインらしいです。あ、今までのって結局どっかから前から後ろまで全部つながってたのが、このデザインになってからこことここと、あと後ろのフェンダーのところ高さの違うラインでどこにもつながっていないという。そうですね、途中でスッとこう消えるようなプレスラインですね。
でこれが M3 になるとつながってるという。ああ。だ結構そのドアの枚数だけ違うみたいなイメージだけど、もう全然まるで、もうデザインのとこから言っても、はい、M3、M4 で違うっていう風にしてるみたいです。で、あとはその関係もあってか、この窓がなんといっても今までの DM じゃない8シリーズっぽくない？ああ、そうですね。結構薄いというか流線的ななんか窓の形にもちょっと見えますね。結局ここからこうラインが上がってって、はい、でここの例のこの折り返しがかなりちっちゃくなってるんで、まあ、今までのちょっとビームにないデザインになってるという、こんな感じになっております。であとはミラーなんかもさっきちょっと触れましたけど、ちょっとこんな感じの、マットワトソンはここに手入れてましたけど、はい、手が入るミラー、これもなんか今までのとちょっと違ってちょっとカクッとした、そうですね、デザイン、こんなミラーになっております。であとはちょっと横に来ちゃいましたけど、全体的なこのボディサイズもかなりでかいという。大きいですね。私も大きい印象を受けました。数字的なものを池田君教えてもらってもいいでしょうか。はい、ボディサイズが全長が4805mm、全幅が 1885mm、高さ全高が 1395mm です。なんとびっくり、これ初代6シリーズより一回り大きいという、うん、大きいですね。だ かなりこう車が大きくなった印象、もうデザインもあるし、で仙台比でももう全部、はい、全長も全幅も、はい、アップしているという、はい、こんな車になっております。そして後ろ行きましょうか。後ろが先ほど触れた20インチ、ちょっとやっぱりタイヤの扁平も違ってか、明らかにこう後ろの方が大きいなっていうのを見て取れます、はい、であとそのまま上に行くとルーフが M4 ということでカーボンルーフに、でこのラインがまたちょっと新しい感じですか。そうですね、左右にこの出っ張りのある、こう自然に始まるラインで出っ張りのあるルーフ、でこれが結局ルーフの重量を軽減して低重心化と軽量化なはずなんですけれども、今回の車、はい、結構重くなってる。重くなってます、はい、仙台比で100キロ以上重くなってるってこと、はい、あとそのまま後ろに行くと専用のトランクスポイラーがついて、であとはちょっとカメラマンも言ってましたけど、ルーフにプレスライン、この出っ張りができたのにトランクのこのラインをなんで消してんだとそうですね確かにそう言われると、うん、でもやっぱりこうなんかちょっと前から後ろまでこうつながるラインはちょっと BM のスポーツモデルだなっていう感じがします、うん、そして後ろ、はい、こんな感じで後ろもだいぶ新しくなりましたね。はい、テールランプだったりだとかバンパーだったりもそうですけど、であとは他モデルだとダクトのところがしっかりリフレクターになったり、あと下側フロントサイドでつながるグロスのパーツでディフューザー形状になっている。でマフラーはもう恒例の4本出しということで、はい、この辺は安定ですね。そうですね、結構ただフィニッシャーがなんか大きくなったような感じは受けますね。確かに確かに結構インパクトはあるようなイメージが、うんうん、今までってちょっとこう細めというかちっちゃめのが4つ、はい、そうです、中央寄りに寄ってる感じだったんですけど、はい、確かに普通のサイズというかになって4本出しにこんな感じのマフラーになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装がまたこのド派手。そうですね、はい、内装がこのキャラメオレンジとエクステンドレーザーメリノの、はいはい、これオプションですね。これオプションです、はい、はい、フルレザーとちょっと違うのはそのドアのこの上の部分とあとダッシュボードはレザーじゃないという、はい、じゃなくてもこのインパクトはありますね。そしてレザーの質めっちゃ良くないこれ、はい、なんかすごく同じメリノレザーでも、はい、レザーメリノでも全然なんか質がすごく良くなってるというか、手触りもそうだしちょっとこの自然の風合い、はい、ちょっとこのシワが寄ってる感じとか、うん、なんかブランドバッグ、某ブランドバッグみたいなちょっとこの発色の良さと、そうですね、レザーの質の良さ、そしてシートを見ていくとやっぱりここの背中は光る感じで、はい、今ちょうど消えましたけど、はい、光る M4 のロゴもついてて、これがアルカンターラとレザーのコンビなんですかね、はい、でこれよく見るとパンチングの中もちゃんとオレンジ色になってる。そうですね、めちゃめちゃ凝ったシートで、形状はもう思いっきりスポーツシート、そうですね、うん、こんな感じになっております。そしてステアリングはもういつもの太めのステアリングと M ステッチ、はいはい、
そして液晶のメーターがこんな感じについております。で今回はじゃあ内装シートのレビューなんかを池田君にお願いしたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと座ってみます、はい、池田支店を放り込んでくださいそして僕これ最初にちょっと紹介しておくべきだったかもしれないですけど、池田君なんと元フォーミュラードライバーでございます。いやいやいや、はい、なんでちょっとあの普通の人の感覚じゃなくもうプロドライバー視点の視点を入れていただくといいんじゃないかなと。はい、でシートまず座った感じはどうでしょうか。座った感じ意外とスポーツシートなんですけど、レーザーのクッション性とか柔らかい感じです。座面とか背中もじゃあ割と柔らかめ。そうですね、そんなにこうガチガチっていうかこうレザーが硬い印象は受けないです。割とこうふわっと包み込んでくれる感じ、はい、でホールドはどうでしょうか。足元とあホールド性はすごくいいです。私ちょっと細身なのでなるほどあれなんですけども、ただしっかりサポートとかはホールドしてくれる感じがあります。でプラスアルファでしっかり調整も、はいはい、こんな感じでついてるんで割といろんな体型、はい、またぶっこんじゃいますけどマット・ワトソンは太ったやつはダメだって言ってたけど割とこれ調整次第でいろんな方に座れるシートじゃないかなと。そしてハンドルだったり、はいはい、ダッシュだったりはこんな感じです、はい、プロドライバー視点でいくとどんな感じですか。私でも個人的な意見になっちゃうんですけども、まだちょっとこの BMW の太いステアリングにちょっと慣れないです。あーなるほど、はい、太すぎる気もしなくもないっていう。そしてマルチファンクションだったりだとか恒例の M ボタンだったりとかっていうのが、はい、まあ、ハンドルに集結しててエアバッグなんかもしっかりステッチが入ってて割と高級感もそうですね、はい、忘れていないというか。でメーターはこんな感じで液晶の、はい、最近の BM の流れを組むメーターですけど、これが逆から上がっていくっていうのはこれも違和感はあります、はい、正直でいいと思います、はいはい、アストンマーティンとかもこういう確かに確かに確かに、ね、ただこれ慣れると今までの流れがどうしてもこうアナログメーターの定番の配置がどうしても BMW だったんで、はい、それこの流れをこう馴染みがある人だとちょっと違和感ありますけど、視認性は決して悪くないんじゃないかなと。そうですね、はい、そしてあとはナビ、はい、エアコン周りなんかはこんな感じで、ここがだいぶ進化したなっていう感じがします。まずもう液晶もでかくなってますし表示関係もで、エアコンは一通りこんな感じでシートヒーターもついてて、それプラスメニューボタンがついてて、はい、駐車中のベンチレーションなんかも設定でできちゃったりとか、はい、こんな感じになっております。そしてあとはこの辺がオーディオ関係っていうか、スイッチ類もちゃんとこのギザギザになって、はい、ああそうですね、はい、ちょっと高級感がアップしております。そしてパネルは今回ピアノブラックの、はい、はい、このオプションのパネルが装着されております。であとはこんな感じでドリンクホルダーとシガーソケット、であとはタイプ C の、はい、であとは、もう車が車ですからいろんなのが細かく設定できちゃうと、マフラーだったりとか、はい、ちょっとかけましょうか、はい、はいはい、であとはカメラ関係も360度こんな感じついてますので、はい、大きくなっても問題ないですよと、はいはい、でバックのアシスト、はい、まあ、パーキングアシストこんなのも全部ついてて、あとそんな感じ。そうですね、はい、です。あとメディア関係に関してはテレビをはじめ Bluetooth、ラジオ、まあ、一通りその辺もついております。で先ほどから録画を中止しますとか言ってますけど、ドライブレコーダーも一応前後で装着されてございます、はい。そして M モデルですからルーフがアンサラサイトの黒い天井ピラーになってございます、はい、こういつの間にか僕助手席座ってますけど、シートはいいね。これシートいいですよね、だいぶいい、はい、そしてちゃんとこの背中の張り出しも結構調整できるんで、はい、背中の張り出しを緩くすると本当にこう沈み込む感じ、はい、そしてこのレザーの質感の良さが座ってても伝わってきます、はいはい。あとは何だろう、あとセンターコンソールはタイプ C が、タイプ C が、はい、1つだけあって、まあ、割と深さもあるかな、はいはい、この感じになっております。そしてじゃあフォーミュラドライバー
池田くん、ペダルレイアウト、はい、ペダルレイアウト、これ見えますか、はい、結構、はい、クラッチペダルはまあ手前に来てまして、はい、まあ BMW なんでアクセルペダルはオルガンのタイプになってます、はいはい、ただ比較的ペダルのこう幅というか各ペダルの感覚なんかは均等かなっていう、割と自然な感じで、そうですね、自然な感じですね、はいはい、クラッチの重さとかどうですか。クラッチはこれびっくりするぐらい軽かったです。あ、なるほど、はい、すごく扱いやすいクラッチですね。まさかこの馬力の車とは思えないぐらい、はい、はい、普通に乗れちゃいそうなクラッチ、普通に乗れそうなクラッチですね。で今回の車はマニュアルってことで、はい、シフトの感覚なんかもちょっと、はい、プロ目線で言ってもらってもいいでしょうか。どうですか。結構短めのストロークですね。ただ硬くはないので。確かに、はい、はい、割と柔らかいですけどストロークは割と短いかなっていう。そうですね、うん、あとは左ハンドルのマニュアルなんで利き手でこうシフト操作ができるんで慣れるとめちゃめちゃ乗りやすいという、はいはい、そこは結構メリットじゃないかなと。でこのマニュアルがあるのが M4 だけという。そうです、はい、コンペティションになっちゃうともれなくオートマンになっちゃうんでそうです、はい、もうマニュアル乗りたい方は M4、はいはい、スタンダードモデルを選んでいただく必要があると、はい、であとはもうこのクラスでもう唯一のマニュアルですから。そうですね、はいはい、それだけでも買う価値があるんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ続いてリアシートコデブが乗ります、はい、ちゃんと倒すとこの前に行くシートで乗るとっていうか、そもそもこのサイドスカートの出っ張りが結構あるんでちょっと乗るときかなり気を使うという。ちょっと私も気になりました。これはあとちょっと雨の日とかだとちょっと服が汚れちゃうかなというとかって、はい、結構出てるんで。ただ乗り込みはしやすいです。そして後ろに入ると座面がかなり傾斜がついてるんでこうお尻がスポッと入る感じ。ただルーフの高さは全然ないんで僕175ですけどもう全開頭はついちゃいます、はい、そして椅子を戻すとですねギリギリつま先は椅子の下に入るんで全然窮屈ではないです。本当に高さだけ、横も4人乗りなんで割とスペースはあるんで割と快適です。そして装備関係に関してはクーペですけどエアコンが3ゾーンということで別々の調整ができるのとちゃんと USB のタイプ C が2系統あるんで、うん、充電の奪い合いにならないという優しさ設計になっております、はい、そして本当に後ろはレザーのこの質感前にも習ってこう包まれてる感がかなりあるんで本当にレザーの質感を高く感じられる後ろの座席になっております。ただちょっとやっぱりルーフが低いのがこのデザインなんで そこだけっすね。でまたお尻が沈み込むデザインなんでちょっとこうだらしなく座れない、うん、漏れなくこうお尻が奥に入っていっちゃうんでちょっとこう高さは身長がある方だと感じちゃうかもしれないです。こんな感じのリアシートです。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。こんな感じでトランクが割と広い。広いですね、はい。で C63 と比べてもちょっと広いという、はいはい、まあ、このボディサイズなんで、まあ、当然といえば当然かもしれないですけどそしてこの下が開きそうで開かないという、はい、ちょっとそこだけかなと。おそらくバッテリーですよね。ただこう定番なのがガバッとできたのに、はい、これは全くできない感じだよね。そうだよね、はい、開けられない。で横にもちゃんとトレーがついてたりとかでもちろんこうシート倒せますので、まあ、割といろんな用途で使えるんじゃないかなと。こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンはこう先代からの流れそのまんまのエンジンということで、はい、スペック的なものを紹介してもらってもいいでしょうか。はい、最高出力馬力の方が480馬力、最大トルクの方が 56.1kgm となっております。この辺はさすがに先代よりもう全部アップさせてきてるってこと。そうですね、先代でいうと、はい、もう CS と GTS はさすがに及びませんけども、はいはい、ベースモデルで480馬力という、はいはい、怒涛のエンジンで、いろんな部品が専用になってて結構オイルパンなんかも偏らない、あのサーキットでコーナーなんかでもオイルが偏らない専用のものになってたりとか、 あと内部のパーツなんかもいろいろ専用なものが M ですから組み込まれてると。はい、そしてまた補強がえぐくない？これこれすごいですね、まあ、ターバーとこの前もつなぐこの補強もそうですけど、びっくりしたのはこれ見た、これあ、見てます。これ補強しすぎじゃない？確かにこれ反対側も全部こうバルブヘッド側とつないであって、
めちゃめちゃ補強されているという。これでもカーボンじゃなくなったんですね。あ、先代はこういうカーボンのやつついてましたけど、ね、はい、確かにこんな感じのエンジンになっております。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音を聞いてみたいと思います。お願いします。はい、いやもうびっくりするぐらいのこの息の合わなさでしたね。はい、すいません、ちょっと初めてなもので不慣れなもので、はい、ちょっと次回以降は、そうですね、どんどん良くなるようにやってきますので、はい、そして今回ご紹介させていただくこちらのお車は、もうホームページの方に載ってますので、はいはい、ぜひお問い合わせください。そして今回ちょっと試乗はなかったですけれども、はい、ちょっと天候不良と、そうですね、ちょっとあの諸事情により、はいはい、できなかったんですけども、はい、ちょっとこの元プロドライバー、元でいいのかな、現まあいや元ですね、はい、元プロドライバーのちょっと試乗レビューなんかもちょっと今後お届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そして池田君もよろしくお願いいたします。というわけでボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。